中日が反転攻勢へ緊急補強。WBC パナマ代表ワンを獲得へ、26歳メヒアと基本合意、企画発表。中日が米大リーグのメッツ傘下3位シラキュースに所属するウンベルト、メヒア投手、26、を獲得することが22日、分かった。すでに基本合意しており、企画発表される見込み。今年3月に開催されたワールド、ベースボール、クラシック、WBC、ではパナマ代表に選出された先発が右腕で、投手陣のテコ入れで立浪監督が掲げる守りの野球を立て直す。借金14で最下位に沈む中日が動いた。新助っ人として白羽の矢を立てたのは、パナマ出身の26歳、右腕、メヒアだ。193センチ、110キロと恵まれた体格から最速153キロを計測。120キロ台のカーブ、スライダー、チェンジアップも操り、現在はメッツ傘下3位のシラキュースに所属している。3月に開催された WBC では、パナマ代表として出場。台湾で開催された第1ラウンドでは、初戦のチャイニーズ台北戦で開幕投手を任されると2イニング無失点。パナマは同ラウンドで敗退したが、メヒアは2試合に登板して、計4イニングを無失点と好投した。請求はいいけどあーだとよく燃えてるんだよな。また中南米で草。投手補強なんか。打つ方はなんとかします。野手が投手がとか言うてるけど、今の中日なんて全てが補強対象やろ。そもそもビシエド・アキーノ・カリステ・アルモンテで野手4人いること自体いびつやろ。投手はジャリエル・亡命で層が薄くなってたし、そりゃ投手取るだろ。どれだけクソでも亡命はしなさそうなのでセーフ。サンキュー赤味噌。赤味噌とかいう中日のスカウト。これ半分中日のスカウトやろ。